はい、皆さんこんにちは、平野です。今回はですね、普遍的に失敗しないインターネットマーケティングの全体像というお話をしておきたいと思います。少し、もしかしたら難しく感じる方がおられるかもしれないんですけれども、やはりインターネットマーケティングのみならずですね、まあリアルなマーケティングということを考えても、この考え方がまずはベースにないとですね、この先のいろんなお話が、すごく断片的に聞こえてしまう可能性があるんですね。まあですので、もちろんこれが全てというわけじゃないんですけども、ことインターネットを使った場合、そして個人、中小零細企業がやる場合というのは、この考え方は絶対無視できない、本当にね、こう体系立てられて、すごく結果が出やすい、形ですので、ぜひ、よくね、わからないという方は繰り返し動画を見て、まずは、腑に落としていただきたいなと思います。真ん中にですね、集客、教育、販売と、こう書いてありますけども、要は、こちらはですね、ダイレクトレスポンスマーケティングと言われる、俗に、DRM なんて言われてますね。その考え方に則った、まあ、現代バージョンというか、動画バージョンというか、最新バージョンみたいな形になると思います。そして、私が常々ですね、これからの時代の、一つのキーワードということをお伝えしていることに、この O2O、オンライントゥオフライン、もしくはオフライントゥオンラインというね、ネットからリアルの世界に移動させてまたネットに持って帰るとか、もしくは、リアルの場所で接点を作ってインターネットでコミュニケーションを図るとか、そういったですね、この O2O という考え方と、融合させた、インターネットマーケティングを全体でお話をしていきたいと思います。まあ、副題に、ネットのレバレッジ、ネットの、こう拡散力、拡大力と、リアルの臨場感の融合、そしてリアルな接点からネットでのコミュニケーションで信頼関係を構築していくという、話になります。それでは進めていきたいと思います。はい、まずですね、どういう世界の実現を目指すのかというところを明確にした上で、そこから逆算して、皆さんのビジネスというのを構築していく。この流れというのはもう絶対に外せないですね。で、むしろ、単純に稼ぎたいという理由でもいいんですけども、稼ぎたいという、まあ、考えから発信される情報っていうのはやっぱりエネルギーが弱いんですよね。まあ、変な話をね、しちゃうと、宗教がかかったような話になっちゃうかもしれませんけど、やっぱり目に見えない世界というか、パワーというかエネルギーっていうのはやっぱり存在します。特にリアルで会えばわかる部分ではありますけども、もう、ね、インターネットの世界でもそれは十分伝わるんですね。特に動画を使う場合は、その人の目の動きとか、もしくは、言葉の使い方、姿勢、雰囲気、着ている服、背景、いろんなものの要因で、その人となりというものが、良くも悪くもね、伝わってしまうんですね。まあ、伝わってしまうという言い方がいいのか伝わると言った方がいいのかわかりませんけども、ですので、皆さんのまず姿勢というものを、しっかりとですね、まあ、しっかりとっていうとまたちょっと大げさに聞こえるかもしれませんけども、まずはこういう世界を実現したいんだよっていうことを考えた上で、そのために私はこれをやっています。そして目の前のあなたにもこういう世界に一緒に行きたいんですみたいなメッセージがあると、非常にですね、情報発信の軸がぶれない、いい情報発信をすることで、皆さんのらしさの残る情報発信をすることで、皆さんのことが好きなお客様だけが集めることができるんですね。まあ、そういった話をしていきたいと思います。はい。まず右側の図を見ていただきたいんですけれども、三角形ですね。三角形の図があって、下の方にも赤い土台があるという感じなんですけども、考え方としては、まあ、上からでも下からでもいいんですけども、基本的には上からになります。基本的には上から。ただタイプによっては下から積み上げるって方もいるので、それはね、ちょっとそういった方に関しては、逆の発想で聞いていただきたいんですけども、今日はね、上から話をしていきたいと思います。まあ、タイトルにある通りですね、どういう世界の実現を目指すのかという、ビジョンというか世界観というか、あなたの、メッセージですね。当然、起業家もしくは事業家であれば、何か意図があって、そのビジネスを始めたりとか、何か意図があって、ことを起こす、もしくは企画を立てる、そういったことをすると思うんですけども、要は、それを、の先に何がどうなんのっていうところを、とにかくね、お伝えしていただきたいんですね。で、これはね、間違ってもいいんです。間違ってって言うとちょっと言い方変ですけど、そう、違ってもいいんです、実際のものと。ただ、こう、今度後で話しますけども、この左側のその PDCA サイクルっていうのを回しながら、どんどんその理想とか理念とか世界観みたいなものの、その、要は、理想の世界ですね。どういうような世界を目指すのかっていう部分に近づいていけばいい話なので、その道筋は最初はね、ぐねぐねしていいんですよ。いきなりまっすぐに、矢のように、行動から世界がこう変わるみたいなことをお伝えしてもですね、まあ、そう、なかなかそううまくはいかない。時代変わってますし、人々の感情とかね、興味関心も変わってますから、そう、なかなかまっすぐにいかないわけですけども、ぐね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 こう曲がりながら、もしくは回り道をしながらでも、その世界観の実現、理想の世界の実現に近づけるというような発想を持ってほしいですね。まあ、その場合、まず、この、世界観、メッセージ、理念、ビジョンというものは、固い言い方かもしれませんけども、要はどういう世界の実現を目指すのかというところを、まずはね、仮決め、持っていただきたいんですね。仮決めでもいいんです。持っていただきたいですね。そして、そこから発せられる、ビジネスモデルだとか、マーケティングだとか、まあ、手法、ノウハウとか、まあ、具体的な実務みたいなものに落とし込むという形になりますね。当然ですね、この、世界観という部分に関しては、非常に抽象度の高い、まあ、夢のような、話に一見聞こえるかもしれません。ですが、ここがないとですね、
この後の具体的なお話っていうものがすごくね、薄っぺらく聞こえるんですよね。まあ、ですので、抽象的なこの概念を持ちつつ、そして具体的なテクニック、ノウハウ、手法というものがあって、その間をつなぐためにビジネスモデル、マーケティング、ノウハウというものが存在するという形で覚えてください。まあ、もう少し、ね、詳しくお話をしていきたいと思いますけども、まず、どういう世界の実現を目指すのかという一つ思いがあって、じゃあ今度はそれをどういう形で、まあ、ビジネスを通じてですね、ビジネスっていうのは資金を回収しながら、その、理想の世界の実現を目指すための、なんていうんでしょう、仕組みを作るみたいな形ですよね。それをまあビジネスモデルというふうに定義してほしいなと思うんですけども、要はこれがね、戦略という部分ですね。そしてそのビジネスモデルをどうやって動かしていくのかっていうことを考えたときに、作戦とここ書いてありますけど、マーケティングっていうものがあります。マーケティングっていうのは、これもいろんな定義の仕方がありますけども、私からすると、この理念、世界観と、具体的な手法ですよね。具体的な手法と世界観でもいいんですけども、世界観を実現するための方法の一つですよ。つまり、集客とか、先ほど言った教育とか販売、すべての流れ。このビジネスモデルを完成させるための、まあ、作戦というふうに考えています。まあ、ですので非常に重要ですよね。そしてそのマーケティングっていうものたくさんありますけども、さらにその下には、手法、ノウハウといった、まあ、要は実現するための方法っていうのも、さまざま山ほどあって数え切れないですね。古いものもあれば新しいものもある、非常にね、即効性のあるものもあれば、長期的に効果をなすものもある。いろんなものがあります。ですので、この三角形で言うと上の方が小さくて下の方が大きくなりますけども、量としてでも、してもですね、ビジネスモデルよりも手法、ノウハウの方が圧倒的に多いわけですよ。ビジネスモデルがたくさんあるわけじゃないんですね。まあ、ですので、皆さんのこの、理想の世界の実現を目指すときにどういうビジネスモデルを選び、そしてそれを実現するための、いろんな手法があるわけですけども、その間をつなぐマーケティングっていうものを考えていくと。このね、三角形をまずはイメージしてほしいなと思います。細かな部分はですね、これから、いろんな情報を配信していく中で、この局所的な部分をですね、理解していただいたり、イメージしていただいたりすればいいかなと思いますけれども、今日はね、全体的なお話ということで捉えてください。そして最後、具体的、実務的って書いてますけども、要はいろんなこうね、まあ、マーケティングの先生なんかが言われるようなことですよね。まあ、リサーチしましょうとか、あなたのポジショニングどこですかとか、ウェブサイトを構築しましょうねとか、メディアを作って、表現する場所を作りましょうねとか、あとは商品作りましょう、セールスしましょう、決済システム用意しましょう、フォローアップしましょうみたいな。要は、このね、戦略、作戦、戦術、そして戦闘というね、日々の行うこと、まあ、というふうに落とし込んでいくっていうことが、まずは、世界観、どういう世界を目指すのかということをビジネスに変えていくときの流れとして、こういった構造があるんだということを覚えておいてほしいなと思います。そして実際に具体的にじゃあ何かをやろうと思ったときにですね、すべてに言えることがこちらの左側の図なんです。これが PDCA サイクルと言われていまして、まあもう何度もね聞いてる方もいると思うんですけども、一応ね、ご存じない方のためにご説明をしますけれども、PDCA というのはこの4つの言葉の頭文字なんですね。まあ、まずは P、プランですね。計画を立てる。ここは仮説を立てるっていうふうに考えてほしいなと思いますけども、P、プラン。そして次は、Do、実行するの Do ですね。実施する、計画を実行するための Do、D。そして、行ったことをチェック、検証するための C ですね。実施内容を分析するわけです。これでいいのかどうか、どういった効果があったのか、どういった費用対効果が出ているのかという部分を考えるわけですけども、チェック、検証。そして次に、次の行動へということで、まあ、アクションですね。改善して次の行動を生むと。検証を生かし新たな領域へ進むと。そして、そのための計画を立てて、また、do、実施をして、チェック、検証をして、アクト、アクションするという、この流れをですね、とにかく、まずは回し出すということが重要なんですね。このプランのところで止まっていてもしょうがないですし、do のところでやりっぱなしで検証しなくてもダメですし、検証したことを今度は改善することをしないでね、また、なんでしょう、チェック、do、do、この行ったり来たりしててもダメなわけですよね。はい。あれ、その、この PDCA サイクルというのは必ず、こう回しながら、なるべく早く回しながら、行動を起こしていくということが非常に重要になります。はい。まあ、PDCA サイクルについては、今ね、漫画版なんかも、その本の書籍ですね、も出てますので、詳しく教えてになりたいという方はね、そちらの方をご覧いただければいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、つまりね、ここでお伝えしたいことは、どういう世界の実現を目指すのか、そしてそこからの逆算と、この PDCA サイクルを回すということが、ビジネス全体をね、作る上で、そしてビジネスをこう大きくしていく、成長させていく上では絶対的に必要なことなんですよ、ということでした。はい。じゃあ次ですね。今度は、今ここ集客ってなってますけども、ちょっとスライド戻したいと思いますけども、一番最初に集客、教育、販売ってありますね。じゃあ実際具体的にはどんな流れで、この集客をし、教育をし、販売をしていくのか、ということをお話ししていきたいと思います。これですね。まあ、信頼関係を築く5ステップで書いてますけども、要は集客なんですね。で、集客の定義っていうのもここでお話ししておきたいんですけども、いわゆる見込み客となる方々を集めることが集客です。そうですよね。例えば私であればビジネスコンサルタントってやってますけども、お腹が空いたお客様を集めてもしょうがないわけですよね。
例えばレストランに行くようなお客様を私が仮に集めたとしても、ビジネスコンサルタントとして、ビジネス支援を提供しているわけですから、全く的外れですよね。お腹空いている方を満たせないわけです。逆に、例えば、そうですね、今のビジネスを大きくしたいとか、ゼロからビジネスを立ち上げたいという方に関しては、私のお客様になり得るわけですよ。でも逆に、レストランの、に、そういったお客様が、私のビジネスを大きくしたいんですけどって相談されても、それはなかなか実現できないわけですよね。まあ、つまり、ここでの集客というのは、皆さんの見込み客となる方々を集めることを言います。そしてさらに言うと、その見込み客という方々は、この人私の欲しい情報を持ってるな、ではないんですね。もうそういうもの山ほどあるんです。自分が叶えたい情報を持っている人、持っている、例えばそういったことが書かれている書籍、教材みたいなものが山ほどあるんですね。まあ、その中で、皆さんを選んでいただくという、一つの要因ですね。重要な要因として、この信頼関係を築くってことがあるわけですね。で、この信頼関係を築くっていうのは、私を信頼してくださいっていう話じゃなくて、勝手にね、信頼されるものなんですよ。うん。まあ、その今日流れをお話ししておこうと思いますけども、例えば今この動画を見てくださっている方っていうのは、まあ、ある程度私のことを信用してくれてると思うんですよね。まあ、信頼関係が築ける環境にいると思うんですよ。なぜかというと、こんなに面白くもないね、退屈な動画を見ても、ふんふんなるほどっていうふうにうなずいてくれるってことは、まあもちろんこう提供しているものと、受け取ってくれる、受け取りたいと思っているものが合致しているっていうのもありますし、まあ、私のこのお話の仕方だとか、情報発信の仕方が、まあ嫌いじゃないというふうに思ってくださっていると思うんですよね。うん。で、本当に信頼関係を築くには、私が言ったことを皆さんがやられて、それで皆さんが欲しい結果が得られたときに、わ、この人本当に頼れるなっていうことで信頼関係っていうのは作れるわけですけども、ここでいうね、信頼関係っていうのは、まあ、それよりも少しも、もう少し浅い感じ。皆さんの話を聞いてくれる。皆さんの、発信を受け取ってくれる方々っていう風な位置づけになります。じゃあ、そのためにどうしたらいいか。ちょっと前置きが長くなりましたけども、そのためにはどうしたらいいか。まず一番目ですね。存在を知ってもらう必要があります。出会いの数と書いてありますけども、要は、露出の量ですね。はい。まあ、意図的にね、露出しないっていうビジネスモデルもあるんですけども、ここでは、基本的にビジネス、露出をして、皆さんのことを知ってもらって、どうやって信頼関係を築くのかって話をしていきますので、まあ、そういうものだと思ってください。一番目、存在を知ってもらう。そして二番目、興味を持ってもらう。キャッチですね。まあ、何かこう、引っかかりを作るってことですね。そして三番目、共感してもらう。これはね、言葉っていうのを後で説明しますけども、言葉が非常に重要ですね。そして四番目、キャラクター。これもね、非常に重要です。やっぱり、100人いたら100人に好かれるってことはないんですよね。100人いたら好きな人も嫌いな人も出ちゃうんですね。そのためのキャラ設定っていうのをします。そして5番目、接触頻度ですね。単純に情報に触れるっていうだけじゃなくて、頻繁に触れるっていうことが非常に重要ですので、まあ、ここね、接触頻度という話をしていきたいと思います。で、これがですね、まあ、もちろん同時に考えていくことではあるんですけども、お客様の流れからすると、こう、順番に心理的な階段を登っていくと、心理的な障壁をクリアしながら、最終的に信頼という流れに行きますので、まあね、どれもおざなりにできない重要な部分であります。ただ、これをね、バラバラに考えるんではなくて、これを踏まえた上で情報発信をしていく、もしくは皆さんの情報を露出していくということが必要になりますので、まあ、総合的に考えても欲しいなと思います。はい。まずですね、露出の部分ですね。まあ、これは要は、例えば、私が Facebook でじゃ何か投稿、情報を発信したとします。でも、Facebook だけじゃなくて、YouTube でもやったらいいし、例えば、そうですね、ブログも書いたらいいでしょうし、他にも、ポッドキャストやった方がいいでしょうし、電子書籍、Amazon の Kindle ね、本を書いた方がいいですし、それぞれの、メディアに、自分のね、情報をいろんな場所に出していった方が、当然多くの方々に存在してもらうことができますよね。例えばテレビに出るでもいいですよ。テレビでも、フジテレビも出るし、TBS も出るし、まあ、NHK も出るしみたいな、チャンネルが多い方が当然見てる方々は、に多くね、知ってもらうことができますので、そういった発想ですね。まあ、ここはね、また後ほど少し詳しくやりたいと思います。まあ、要は、皆さんの存在を知ってもらうってことは、イコール、これから、まだ出会っていない、これから出会う見込み客との出会いの数を増やすっていうことになります。そして、出会っただけではダメですね。存在を知ってもらっただけではダメですね。興味を持ってもらわなきゃいけないわけですね。まあ、それがキャッチということですね。まあ、このキャッチっていうのは言い方を変えれば、この人面白そう。この人は自分の役に立ちそう。この人は私の求めてる人かもしれない。何か面白そうだな。そういうふうな、引っかかりですね。単純に情報にがこうスルーして流れていってしまうんではなく、その中でも、お、なんか面白そうなの見つけたぞっていうふうなキャッチを作ることが必要になります。まあ、いろんな方法がありますので、これも後ほどね、やりたいと思います。そして3番目、共感してもらう。まあ、言葉って書いてますけども、まあ、共感はですね、やっぱり非常に重要、これも本当に重要なんですけども、信頼してもらうための確実に、なんていうんですかね、得られなければ信頼関係を築けない一つの要素ではあると思います。はい。それが、言葉なんですけども、例えば、まあ、私のね、言葉尻とか、言葉の間合いとか、声、みたいなものっていうのは、唯一無二のものですよね。真似したくても他の方には真似できない。そして、逆にそこが、好きか嫌いかっていう部分が非常にですね、その人のことを信用するとか、興味を持つということに関わってくる部分なんですね。
まあ、逆の言い方をすれば、声も出さない、顔も出さない、言葉尻も何もない、普通でなんか特徴がないという場合は、どうしてもね、この、あとキャラっていう部分にも入ってきますけども、共感してもらいにくいんですよ。普通のね、無味無臭な情報に感じてしまうんですね。まあ、ですので、ここはね、すごくリラックスして考えた場合、皆さんらしくいいですよってことですね。皆さんらしくていいですよってこと。ただ、皆さんらしくていいですよの中には、当然、私も含めてですけども、ここ直した方がいいよってことは当然ありますので、それはね、直しながら皆さんらしさを残しつつ、皆さんの言葉で情報発信していくってことが重要になるわけですね。まあ今ね、全体像の話なんで、あまり細かく話しませんけども、まあ、そういったことがあるんだということをご理解ください。そして4番目、好感を持ってもらうということで、キャラって書いてますけども、なんでこのキャラっていうものを立てないとですね、まあキャッチでもないし、共感も得られないしってことがあるんですけども、別にすごく際立ったキャラクター設定しなきゃいけないってわけじゃないんです。ただ、例えばできる範囲でですけども、髪型ですとか、髪の毛の色ですとか、もしくはそうですね、表情ですとか、着ているものですとか、まあ意図的な言葉ですね。まあいつも言う言葉があるとかね、動作があるみたいなものっていうものを作ることで、より、こうキャッチさも増しますし、何て言うんですかね、その人のことがね、面白いというかね、好きになれるっていう部分を作りたいんですよね。例えばそうですね、私であれば、まあ帽子をかぶってますよね。まあ今はパワーポイントでこう撮影してますけども、実際セミナーとかで皆さんにお会いするときは、おそらくハットをかぶってることが多いと思うんですね。決して髪の毛がないとそういう話じゃないんですけども、ハットをかぶることによって、ハットをかぶってる帽子キャラっていうのが作れるわけですよ。まあそうすることで覚えてもいただけますし、その帽子の色とか形でどういう印象を与えたいかっていうことがね、ある程度コントロールできるんですね。例えば私のやってきたボーリングのパートナーの話で言えば、伊達メガネをかけてもらっているとか、わざとね、赤いトレーニングウェアを着てもらっているとかっていうことがあるんですけども、それも意図したキャラクター設定というのがあるわけですね。まあ、そういったキャラクターを作ることでより好感を持ってもらうということを高めることができます。というお話ですね。そして最後、5番目、信頼してもらうということで、接触頻度を高めましょうということなんですけども、これもね、本当に、まあ、ダイアンスを遅くなんて言ったかと思うんですけども、確かにそんな話だと思うんですけども、なんでしょうね。結局ね、親友って例えば、誰ですかみたいな話があったときに、親友って何人いますかですね。親友って何人いますかって話したときに、大人になればなるほど親友というのは減ってくるはずなんですよ。なぜかというと、高校の時は友達がいて、大学の時はみんな遊んでてってなるかもしれませんけど、社会人になってくると、なかなか、職場のね、先輩とか、職場の協力者、関係者とはつながりが、まあ、あったとしても、友達遊ぶ機会ってどんどん減ってきてしまいますよね。まあそういったときに、じゃあ親友って、何人いますか、どのくらいの頻度で会いますかって言ったら、意外と、まあ5人とか、もしくは3人とかね。そして年に1回2回しか会いませんみたいな方が多くなっていく中で、じゃあ職場の先輩とか同僚とかと、どのぐらいの頻度で会いますかって言ったら毎日会いますと。どのぐらい遊びに行きますか、仕事が終わってから飲みに行くのは大体週に2回行きますみたいな。まあ月に3回行きますみたいなあったとしたときに、どっちが親友なんだろうという疑問があるじゃないですか。そして接触頻度が高い方々の方が、当然ですね、近況とか考えてることとか、まあその人となりっていうのはわかりますから、信用できるわけですね。これだけ考えても接触頻度が高い方が信頼が得られやすいというのは感じていただけるんじゃないかなと思いますけども、要は、このね、最初の露出をして、興味を持ってもらって、共感してもらって、好感を持ってもらって、そして接触頻度を高めるという施策ができれば、どう考えても皆さんのことが好きな人しか集まらないんですよ。そして当然発信する情報によって皆さん集まるわけですから、このね、見込み客となる方々しか集まらないわけですね。で、これがですね、手を抜くと、見込み客じゃない方々まで集めちゃうんですよ。そうなるとね、すごく大変です、ビジネスが。要は、お腹が空いてない人に、美味しいおにぎりだよって言っても、当然興味がないわけですし、さっきのね、レストランの話で言えば、レストランをやっているのに、ビジネス支援をやりますよなんて言ってもおかしなわけですよ。ちぐはぐですよね。まあ、つまり、皆さんの発信する情報、提供できるもの、そして皆さんとお付き合いが、したら、お互いにうまくいく見込み客というものを集める必要があるんですけども、その時のこの要素、5つのステップというのは必ずですね、入れておかなければいけません。まあ、そういう部分を、まずは、集客と定義して覚えておいてほしいなと思います。はい。じゃあ次ですね。まあ、集客と言いましても、いろんなメディアにね、露出をして、多くの方々の目に触れてもらった方がいいと。まあ、存在を知ってもらった方がいいっていうふうに、お話ししましたけども。じゃあね、今インターネットメディアでどんなものがあるのかなって考えたときに、まあね、たくさんあるわけですよ。まあ、ここに書いてある以外のものもたくさんあるんですね、まだまだ。まあ、理想はね、Facebook もやります、Twitter もやります、まあ、Mixi もやります、まあ、Google Plus もやります、メンバーもやります、いろんなあるんですけども、これ全部やってたらすごい大変じゃないですか。もちろん理想やった方がいいんですよ。やればやるだけ多くの方々を、に存在を知ってもらうことができますから、まあ、ここに書いてないんですけどね、ネットメディアじゃなくて、例えばテレビだとか雑誌だとか本でもいいんですけども、出れば出るほど皆さんの存在は知ってもらう機会っていうのが増えますね。ただしですね、すべてをやることは現実的に不可能なんです。まあ、もちろん企業さんであればできるかもしれませんけど、お金のはね、すごく資金の潤沢な企業さんであればできるかもしれませんけど、個人や中小零細企業がやろうと思ったら、全部はね、できないんですね。
まあ、ですので、この中でも、どれをやって、どれをやらないかを決める必要があります。まあ、もっと言うと、あなたの業種業態であれば、どれが向いていて、どれは不向きであるというふうな考え方によって、取捨選択をする必要があるわけですね。うん、で、まあ、本当に詳しく話すともう、いくら時間があっても大変なので、またそれも別の機会にということになりますけども、この中で絶対に外せないのが、やっぱり、ね、YouTube なんです。YouTube。まあ、YouTube というのはイコール動画ですけども、動画というのは、どう考えても他の文字や画像情報よりも多くの情報が伝えることができます。そして、一番ですね、リアルな出会いに近いんですよね。もちろん、動画を発信している側というのは、見ている側のお顔が見えたりとか、声が聞こえたりってことはしませんけども、一方的に見ている側に、その人となりというのを伝えることができますよね。まあ、もちろんね、文章でもファンも作れますし、画像でね、インスタグラムでおしゃれな写真を投稿すればそれでもいいんですけども、やはり、ことビジネスと、信頼関係を作った上で、お互いのこうね、ビジネスをやっていくっていう時には、それ以上の深い信用、信頼関係っていうのが必要になってきます。まあ、その時にこの YouTube というのは外せないですよっていうことなんですね。まあ、もちろん他にもいろんな要因があって、後でもこれも説明しますけども、YouTube はね、絶対に欠かせないメディアだと思います。まあ、次に言えることはですね、まあ、ここにはちょっとないんですけども、ブログですね。まあ、アメーバブログでもいいんですけども、シーサーブログとかでもいいんですけども、できれば、ワードプレスというね、独自ドメイン、独自の URL を付けた、独自のシステムとして、誰にも邪魔されないシステムとして、ワードプレスというね、ブログでウェブサイトを構築する必要があります。まあ、もちろんこれも、業種業態によってはね、ブログ、まあ、ワードプレスが必要ない業態もありますけども、あった方がいいということなので、まあ、優先順位で言えば YouTube が一番ですけども、次にはワードプレスですね。そしてもう一つ。今度は情報をね、見込み客の方々に届ける、接触頻度を高めるための方法として、この中で欠かせないのは LINE ですね。まあ、ビジネスで使う場合は LINE アットという名前になりますけども、この LINE と LINE アットの攻略、もしくはメールマガジンですね。まあ、メールマガジンもね、一長一短があるので、今なかなか使いにくくなってるんですけども、そうは言ってもメリットもたくさんありますから、メールマガジンとこの LINE、この二つを、組み合わせて使う。っていうことが、まあ、絶対的に必要です。これはどんな業種でも絶対にあった方がいいですね。まあ、ちょっとね、ざっくりですけども、YouTube、WordPress、LINE、メルマガ。まあ、この辺っていうのは絶対に押さえておきたいメディアだと思います。そして、結局ね、出会いはネットからっていうことなんですよ。今の時代ですね、なかなか時間の制約、場所の制約があってですね、お金の制約があって、リアルな出会いっていうものをなかなかね、増やす機会っていうのはないんですね。ですので、やっぱり、今インターネットで人と出会い、リアルで始めましたというふうに、まあ、会っていく。この流れっていうのはもう、ね、無視できない。むしろ、この流れの方が普通になりつつあるわけです。いきなりリアルで会うなんていうことは、接点が作れない、作りにくいんですよね。まずはネットで関係、何かこう、コネクト、つながりがあって、そしてリアルで、実際にやっていく。この流れを、があるんだということを、そしてもう今それが普通になりつつあるんだという事実を受け入れてほしいなと思います。そう考えると、なおさら、こういったインターネットメディアを使う必要があるということですね。はい、次ですね。今度は教育という部分に入っていきたいと思いますけども、まあ、若干ね、集客という部分も絡んできますけども、こちらですね、見込み客の分布図と表現方法ということで、まあ、いわゆる分かりやすい表現ということで今回お伝えをしていきたいと思います。まずですね、この図の説明をしておきたいと思いますけども、見込み客というのは一言に言っても、いろんなタイプがいるわけです。例えば見込み客の中には今すぐ客と言われる購入頻度の高い、例えばここの下の矢印で言うとニーズですね、必要性もすごく感じていて欲しいとも思っているという、この、ベクトルの一番強いところ、今すぐ客という方がいます。大体全体のですね、1% だというふうに言われてますね。非常に少ない方々。そして、この下、お悩み客ということで、すごくね、必要性は感じてはいるんだけども、まだ、そこまでね、こう欲しいというか、決めかねているみたいな、どれにしようかな、検討客という言い方でもいいかもしれませんけども、お悩み客という方々があります。それが大体全体の 9.5% というふうに言われているんですね。まあ、この辺の数字はね、適当でいいんですよ。別にざっくりだけ。そうじゃないかな、そんな感じがするならいいんですけども、大体そういう、まあ、分布になってますよって話ですね。まあ、問題解決策の提示を求めている人たちですね。はい。そして今度は、じゃ上の方行きますけども、そのうち客。うん、まあ、ニーズ、そこまでね、必要性は感じないんですけども、あったらいいな、というふうにしている方々。まあ、要は情報を集めていたり、比較したりっていう方々ですね。そういった方々も 9.5% 加えると。そして、肝心なのがですね、この下の大きな資格、まだまだ客ですね。お役立ち情報や流行などの情報を求めている方々で、ニーズもまあそこまででもないし、ウォンツもそこまででもないと。まあ、欲しいともそんなに思っていない。だけども、見込み客のボリュームとしては一番多いわけです。はい。つまり、皆さんが集めている見込み客、ほとんどの方が集めている見込み客というのは、この4分類の方々を一緒くたに集めているわけですよ。まあ、それは当然なんですね。どこかだけを集めるっていうことはできなくはないですけども、まあ、基本的には全部集めるた方がいいですよね。まあ、その中から今すぐ客が商品を購入していくという流れ、もしくはお悩み客やそのうち客にうまく、こう、接点をね、持ってアプローチをして、今すぐ客にこう成長させて購入していただくみたいな形が、実際のインターネットメディア、もしくはリアルの現場でも起きている事実です。
はい。まずはこれを一つ理解してほしいなと思うんですけども、そしてですね、先ほども言いましたけども、インターネットを駆使してリアルに出会うっていうことなんですね。はい。まあ、先ほどお話しましたよね。インターネットメディアで多くの方の目に触れて、出会い、そして信頼関係を築く5ステップというものを使って、見込み客を集めていくということですね。その時に使うのはインターネット、いわゆる検索エンジン、そしてソーシャルネットワークサービス、ソーシャルメディア、そして広告。この3つが主な方法になります。ここまでまあご理解いただけるかなと思うんですけども、では、その出会い方ですよね。出会い方を、こう、今すぐ客に出会うのか、お悩み客に出会うのか、そのうち客に出会うのか、まだまだ客に出会うのかっていう場合に、この4つの要素、この4つの要素をコントロールすることによって出会い方を変えられるんです。例えば、誰にっていうね、部分がありますけども、まあ、誰に何を、どうやって、なぜっていうことですけども、誰にっていうのは、もう単純に今すぐ客にっていうふうに定義した瞬間に、提供するものが他の方々とは違ってきますよね。今すぐ欲しいって言ってるわけですから、物があった方がいいし、申し込みフォームがあった方がいいし、いくらか値段が決まってた方がいいわけですよ。ですけども、このお悩み客とかそのうち客とかまだまだ客からすると、そこまでの情報は求めていないっていうケースもあったりするわけですね。うん、ここわかりますかね。はい。まあ、ですので、誰に何をどうやって、なぜという、この4つの項目をコントロールすることで、どこのお客様に接点を持っていくのか、ということがある程度コントロールできるんですよ、ということを知っていただきたいですね。まあ、詳しくはまた別の動画や、情報発信の中でしていきたいと思いますけども、要は、そういうことです。まあ、もう一つね、事例を言えば、このまだまだ客にアプローチするには、誰にってことであれば、すごく曖昧な表現になりますよね。まあ、こんなことに興味を持ってる人たちっていうことになりますから、そういった人たちには、まあ、お役立ち情報とか、なんかトレンドに乗っかった情報を提供して、まあ、インターネットメディアを使って提供して、なぜそれを伝えた方が、伝えたいのか。まあ、そういった理由まで置いておくと、この方々を、お悩み客とか、そのうち客とか、今すぐ客みたいなものに、こう成長させることもできるでしょうし、逆に見込み客として、集めること、ファンになっていただくということもできるわけですね。はい。まあ、この辺もですね、使う言葉とか、どの情報メディアを使うのかっていうところで結構細かく変わってきますので、まずは、こういったプロセスがあるんだっていうことを、こういった構造があるんだってことを理解していただきたいなと思います。はい、そしてね、もういよいよ佳境に入ってくるんですけども、これがですね、まあ今私が考える、そして多くの方々が、まあ多くのうまくいっている方々がやっているネットビジネスの、ね、構造なんですね。まあ教育の集大成っていうことにもなりますけども、まあ、集客と教育の集大成っていうことになりますけども、ちょっとね、この図を見て、うなってしまって、なんか難しい話になってきたなっていうふうに思われるかもしれませんけども、もう少し、ね、頑張って聞いてほしいと思います。まあ実はね、すべてこれ繋がりがありますので、難しい話では実はないんですけども、まずね、これ左から順番に説明していきますね。スマートフォンの動画、もしくはパワーポイントの動画、まあ要は動画ですね。動画を使って YouTube にアップするってことがまず第一ステップです。そして YouTube に動画をアップすれば、検索エンジンでも露出がすることができますので、検索エンジンでも皆さんの情報を、まあ、露出することができる。検索エンジンという大きな、世界の中で皆さんの情報を、まずはポンとね、誕生させることができるってことなんですね。まあ、当然、会っただけでは見つけてもらえませんから、見つけるための施策というものがありますけども、まずは YouTube に情報をアップするってことです。そして、YouTube にアップしたんであれば、そのせっかくの動画をですね、今度はこちら上の矢印、自分のワードプレスのブログにも埋め込んだらいいじゃないですか。そして、動画で話している内容、当然、話す方が簡単ですから、文字を書いたりとか、画像で表現するよりも、動画を撮ってね、話した方が早いですから、まあ、その、せっかく作った動画の内容を文字起こしして、もしくはダイジェストの書き起こしをして、ブログ記事にしたらどうでしょうか。いいですよね。記事と動画っていうのは評価が違いますし、ブログの中に動画が埋め込んであって、さらには文字でも補足してあったら、訪れた人の役には立ちますよね。動画を見る時間がない方に対しても文字で情報をお伝えすることができる。文字ではもっと詳しく知りたいなという方に関しては動画を見てもらえばいいわけですから、ここでの設定もできるし、ここでの設定もできるし、こことここを連動させた設定もできるわけです。さらに、このワードプレスのブログとアメーバブログっていうのは連動できる仕組みがね、あったりしますので、ここも連動させて、アメーバブログからも集客すると。まあ、アメーバブログっていうのは、簡単に言うとワードプレスとどう違うかというと、こちらのね、ワードプレスブログっていうのは検索エンジンに非常に露出が高まってくるんですけども、アメーバブログはなかなかね、検索エンジンに拾われにくくなっています。ですが、アメーバブログの中で利用者が多いので、いわゆる Facebook みたいな感覚で、アメブのユーザー同士で交流することができるんですね。まあ、ですので、アメーバブログに情報を置いておくこと、情報を発信することで、それをネタ元にいろんな人と交流して見込み客を集めることもできます。はい。そして、ワードプレスのブログに情報を投稿すると、今度は、Twitter や Facebook ページ、こういったところとも連動が可能になります。自動連動ですね。さらにこの Twitter、Facebook ページに投稿した情報が自動でまとめサイト、まとめられてサイトになるんですけども、そういった仕組みもあったりします。はい。つまり、この部分はですね、なるべく連動させて時短すると。とにかく、手を抜くと言ったらちょっと表現が違うんですけども、なるべく、一つの作業、ワンアクションで多くのことができるように、まあ、連動の仕組みを、ね、使うっていう。これもいわゆるインターネットのレバレッジの一つだと思いますけども、まあ、そういった機能をちゃんと使いましょうと。そのことで、時間と手間を、ね、軽減させましょうということなんですね。で、これらをね、すべて、
例えば、アメーバブログであれば、アメーバブログのいろんなノウハウがあります。ツイッターとかも、フェイスブックページもいろんなノウハウがありますね。ですが、あくまでこの目的というのは、皆さんの情報を露出する場所を増やして、さらに、これですね、LP、ランディングページと言われるですね、情報の受け皿です。まあ、アクセスしてきた見込み客の方々を、溜め込む場所というものを作って、ここにですね、誘導するために使いますので、基本的には、まあ、これから今後、いろいろお話をしていく中でお伝えしていきますけども、ポイントだけ押さえるということなんですね。すべてやる必要ないんです。これだけやってくださいと、いうポイントがありますので、その部分だけやって更新していく。だから、このランディングページにアクセスを集めていくということをやります。当然 YouTube からも、この、例えば動画の下の説明欄ですとか、動画内にボタンを設置して、リンクボタンを設置してですね、このランディングページに誘導したりってことは当然します。ここまで大丈夫でしょうか。今お話しした情報っていうのは、基本的には、検索エンジンでも露出するんですね。YouTube でも露出します。アメーバブログ、ワードプレスでも露出します。まあ、アメーバブログがちょっと違ったとしても、Twitter の、まあ、このまとめサイトですとか、Facebook ページでも露出しますね。まあ、すべてね、簡単にこれが、なんでしょう。全部が全部露出するってわけじゃないんですけども、主には露出するっていうことが旨味となるメディアですね。はい。そして次に、この YouTube を、いわゆるソーシャルメディアです、今度は。ソーシャルメディア。今まではインターネットの検索メディアですけども、今度はソーシャルメディアというところにも露出していきます。ソーシャルメディアというのは、検索エンジンには拾われにくい。まあ、拾われるものあるんですけども、拾われにくく、情報がどんどん流れていってしまう。まあ、そういったメディアに、情報も出していく必要があります。なぜかというと、例えば Facebook であれば約2400万人、今、アクティブユーザーが、まあ、登録者がいると言われていて、アクティブユーザー実際使っている方が 85% ぐらいいると言われているわけですよね。ということは、まあ、実には2000万人ぐらいの方が日々使っているというわけですから、そこに情報をやっぱり届けることで多くの方々に知っていただくってことなんですよね。そして次に下にあるのが Kindle ですね。これはまあ Amazon の電子書籍のことなんですけども、非常にですね、Amazon の電子書籍 Kindle というのは出版の、リスクが低くてですね、まあ、お金をかけずに誰でも無料で、出版することができます。そして出版することで、Amazon でですね、紹介してもらえるんですね。まあ、皆さんご存知だと思いますけども、Amazon というのは世界一の、インターネットのショッピングメディアなんですね、実は。もう世界一なんですね。まあ、その日本でももうすごく大きなシェアを持ってますけども、本を買う人、DVD を買う人、何か情報を探す人っていうのは、Kindle を使っている、Amazon を使っているというケースが非常に多いです。そして、経験あるかと思いますけども、何か情報を探しているときに、検索エンジンにですね、Amazon の、本の情報が出てくることってよくありませんか？ありますよね。まあ、その Amazon の、いわゆる、ドメインと言われているもの、Amazon の amazon.co.jp というね、そのドメインに情報を載せることができるので、非常にですね、検索エンジンからのお客様も集めやすいし、Amazon の中にいらっしゃるお客様を集めることもできるんですね。まあ、これも Kindle を使いましょうってことですね。つまり YouTube を、実際に Kindle に活かす方法があるわけですね。そして YouTube で動画ですから、今度は動画を、音声だけを抜き出して、ポッドキャストというのは今度ね、Apple というね、まあ、Mac とか iPhone とかありますけども、Apple という会社が提供しているネットラジオみたいなものです。その、ネットラジオに、この YouTube の音声をアップして、ポッドキャストからお客様を集めることも可能になってくるんですね。まあ、そんな感じでですね、いろんな SNS の特性を生かして、ネタ元となる、この YouTube の動画、もしくは YouTube の動画から音声を抜き出す、もしくは、話している内容を書き起こして文字にする、そういったものを他の SNS にも投稿していくということです。当然、ホームページにも掲載できるものは掲載しましょう。最終的にはこのランディングページに全てのアクセスを誘導して、受け皿として、お客様の溜まり場所を作るってことですね。はい、ここまでいいでしょうか。もちろんね、全てやるっていうことじゃないんですよ。皆さんの業種業態によってやった方がいいもの、優先順位の高いもの、やらなくていいものいろいろありますので、その人は精査しながら、この形に近づけていくってことなんですね。まあ、これがね、まあ、ネタ元となる YouTube が結局一番重要なわけですけども、ここができれば、お客様が集まらない、見込み客を集められないってことね、もう 100% ないです。どうやっても集められます。もちろん、ジャンルによってどのぐらい集められるのかっていうのは差が出てきますけども、まずね、ビジネスをやるだけのお客様を集めることができますので、まあ、これをね、知っておいてほしいなと思います。で、ランディングページについてお話をしておくと、ランディングっていうのは到着、まあ、飛行機で言えば離陸と着陸ってありますけども、ランディングっていうのは着陸って意味ですよね。到着って意味ですよね。つまり、いろんなところからアクセスを集めてきた最終的な着陸するページっていうことです。例えば分かりやすいところで言えば、メールアドレスを取得する、まあ、ページのことをランディングページって言ったりしますね。実際、まあ、スクイーズページっていうふうな言い方をするんですけども、日本では大体ランディングページという言い方で集約されてますけども、まあ、そういったですね、メールアドレスを取得する、もしくは、簡単な何か商品を販売するような、ページに誘導する。もしくは、まあ、私のお客様でやってるのは、Facebook のグループに招待するとか、LINE のグループチャットに招待するとか、まあ、そういったことをしてですね、とにかくお客様に情報を届けられる間柄になると、環境を作るというのがランディングページの役割だと思ってください。そうすることで、先ほど、お話ちょっと戻しますけども、このですね、接触頻度を高めるためには、こちらから情報発信をしたら受け取ってもらえる環境にしておかなきゃいけないわけですよね。例えば、皆さんが、
まあ、何か情報発信したときに、まあ、ブログを書いたとしましょう。そのときに、ブログを見てくれる人がいればいいですけども、まず書いたことを知らない人は違うわけですよ。まあ、知る術がないわけですね。まあ、それが、こういったランニングページでお客様を集めておけば、その方々にブログ更新しましたよ。こういう内容を書いたんで、ぜひ見てくださいってお送りすれば、一定数の方見てくれるわけです。まあ、今ね、今ちょっと乱暴に言ったので、それじゃ見ないよという方いるかもしれませんけども、それは見ていただける方法っていうのがあるんですね。先ほどのこの5ステップをちゃんと意識してやっていけば、ちゃんとファンができますので、見込み客ができますので、見てもらえるんですね。はい。まあそういった、常に情報を届ける環境を作るという意味で、このランディングページの存在が必要です。決してね、難しいものじゃなくていいんですよ。その辺もこのおいおいお話ししていきますけども、無料でもできますし、お金を集めて、より多くの方々の、まあ、なんでしょう、情報を受け取る方、受け取る形ってもありますけども、そんな難しい話じゃないですね。そして、まあ、受け皿ができて、接点が持てるようになったら、今度は順番に情報を配信していくってことです。まあ、これが、メールマガジンであれば、メールになりますし、LINE であれば、まあ、プッシュのお知らせになりますし、まあ、すごくね、自動化ということを、ネットビジネスの自動化を考えたときには、ステップメールっていうものを使って、メール登録をされた後に順番に定期配信されていくみたいな仕組みもあったりしますけども、ここにもね、皆さん の, この作った動画を絡めていくわけです。そうすることで、より、信頼関係が、こう、深くというか、濃く形成されていきますので、皆さんの最初にお話しした世界観とか、もしくは理念とか、要は理想の世界ですね。目指したいと思っている理想の世界を伝えることができるわけです。そうですよね。まず、皆さんの情報が露出して、ランディングページでお客様を集めて、その方々にまたさらに動画でいろんな情報を届けながら、目指すべき世界というものをお伝えしていくってことなんですね。まあ、その時にメールだけじゃなくて、例えば LINE アットでもつながりを作って、今日からつながりを、まあ、強化するということもできますし、もしくは、この、配信する情報にですね、シナリオですね、何かゴールを設定して、そこに導くためのシナリオを作って、情報発信をすることで、商品を販売したり、サービスを、提供したりということもできたりしますので、一番とにかくね、重要なのは、ここの、この流れなんですね。この流れ。この流れが集客と教育をすべて、網羅していますので、これさえできれば、あとはもう、コミュニケーションを図りながら販売していくってことになりますので、まあ、そんなに難しい話じゃなくなります。はい。まあ、ということですね。まあ、いろんな話をしてきましたけども、まとめますと、このね、ファン化の進んでいる、まあ、この方々ですね、この流れに乗せて、ランディングページに誘導して接点ができる、コミュニケーションができる環境を作っておけば、もうね、皆さんのことを信用してくれてます、かなりの割合で。まあ、その方々に、期待を裏切らないような、その方々が求めているような情報を、さらに、この接し、コミュニケーションできる環境の中で、情報を集めてですね、その方々が必要としている情報、もしくは必要としているであろう情報を、皆さんのコアメッセージ、理念とか、理想の世界を、こういう風な世界を描きたいんだよというメッセージからずれないように、提案していく、オファーしていくということで、ビジネスっていうのは、まあ、販売までスムーズに流れていきます。で、難しく感じたかもしれません。ただ実際に、リアルでも、インターネットビジネスでもやられている方っていうのは、ほとんどの方がこれをやられてます。これをね、ここまで細かくお話になられたと聞いたことないかもしれませんけども、これをね、やってるんですね。しかもこの構造というのは、自動化できるんです。さらに言うと、一対多数のレバレッジが効くんです。これを一回ちゃんと作ることで、より大きな成果を出すこと、より安定的に自動的な成果を出すことが可能になる仕組みですので、まあ、ぜひですね、ここの動画も繰り返しご覧いただいて、本当に腑に落としていただきたいなというふうに思うんですね。はい、ということで、じゃあ最後ね、販売についてのお話を少ししておきたいと思います。利益を最大化させるビジネスモデル構造ということで、いわゆるね、マーケティングファネルなんていう言い方をします。まあ逆三角形ですね。上後のような、構造をしてますけども、このね、お話をしておきたいと思います。まず、先ほどのお話の通り、情報発信をすることで、露出を高めることで、見込み客を集めるわけです。それが、YouTube とか、まあ、Facebook、他の SNS、ブログ、ホームページ、他ということなんですね。そして、今度は、その方々と信頼関係を作り、教育していくわけですね。まあ、教育っていうとね、あんまりいい話じゃないかもしれませんけども、自然と皆さんの言ってることに共感を、まあ、してですね、信頼関係ができてくると、言ってることをね、聞いてくれるんですよ。話を聞いてくれるようになります。話を聞けば、こちらも変なものを別に販売したいわけじゃないですし、皆さんの役に立つものっていうことで説明したりするわけですけども、それがね、スルッと受け取ってくださるわけですね。まあ、ですので、理屈をこねてですね、理詰めで納得させるというよりは、まあ、あなたがそう言うんだったらきっとそうなんだろうっていう風来の、教育のことを言っています。まあ、それが、作るためにはメールマガジンや LINE アット、もうそしてその中に動画を作るという、使うということで、接触頻度を高めて親近感を高めていくということができたりするわけですね。もしくは Facebook グループのとか、まあ、LINE のチャットグループでもいいんですけども、そういった共有する何かを作ることで、常にですね、情報を、こう、受け渡しができる環境を作っておくということで、この2番目がクリアできます。そして今度はその方々に、いろんな情報をですね、リサーチをしてですね、聞いてみて、アンケートを取ってみて、実際に会って話を聞いてみて、じゃあ、この方々と、が欲しがっているもので、私が提供できるものを、こういう形にすれば、商品気に入ってくれるかなと、購入したいと思ってくれるかなと、
お金をいただけるかなっていうことを、探っていくわけですけども、その時にお試し商品ですね。まあ、モニターと言われるものでもいいかもしれませんけども、まずはお試し商品を提供してみて、良さそうだったら、それを売る商品、まあ、実際に販売する商品にするということですね。こちらですね。そして、まあ、ここはもう少しお話しますけども、最終的には利益を最大化、まあ、利益をしっかり確保できる、バックエンド商品というものを作ると。まあ、商品にというものを作るということですね。この構造を、まあ、作ることで、信頼関係ができて、お試し商品、こちらはリサーチに基づく商品ですから、欲しいものを提供しているわけですね。まあ、もしくは欲しがるであろうものを、提供しているわけです。そして、そこの商品を磨き上げることで、まずは、最初のフロント商品ですね。まあ、具体的に言えば、そうですね、例えばセミナー、5000円のセミナーとかね、もしくは、1万円ぐらいの教材とかね、何でしょうね。セミナー動画を販売してもいいですよね。まあ、みたいなものだとか、あとは、わかんないです。3000円くらいのコミュニティ会費とか、そういったものもフロント商品なんじゃないかなと思いますけども、このフロント商品を購入した方々に今度は、さらにバックエンド商品というものを提供していく。例えばこれは、まあ、10万円以上、100万円くらい。わかんないですけどね。もちろんバックエンド商品って別に決まりはないので、まあ、よくあるのがコンサルティングを販売したりとかして、まあ、3ヶ月で、まあ、50万円とか。まあ、もしくは、そうですね。なんかすごく、まとまった体系立てられた、こう、教材を販売して、10万円とか。まあ、そういったバックエンド、利益が大きく出る商品を作っておいて、このフロント商品を買われた方々に今度は次の提案として出していく。まあ、これもね、たくさんあった方がいいわけですけども、まあ、こういう構造をまずね、覚えてほしいかと思います。そして、この左側のね、この字の、文字のことを説明していきますけども、基本的にはお金の流れですね。お金の価値からすると、この緑の部分は無料です。見込み客を集めるときにも、お客様からお金をいただかない。もちろん、いろんな話があるので、今回は基本の話をしますけども、まあ、無料でまずは、情報発信をして見込み客を集める。そして信頼関係を作っていきながら、お試し商品を、提供してみると。そして、ここから、フロント商品からは有料になっていくわけですね。お金をちゃんといただくってことです。で、ここもね、安心してください。一度作れば自動化できます。仕組み化できますので、そんなにすごい大変なことではないんですね。作り上げるまでが大変なだけで、作り上げてしまえばそんなに、もうあとはメンテナンスぐらいでいいので、大変じゃないんですね。そして、この情報ですけども、情報、この青い文字ですけども、まずは、見込み客を集めるときには、情報がいいですね。情報っていうのは無料ですから、なんでしょうね。お金が、コストがかかるわけじゃないので、インターネットの場合っていうのは特にこの情報で、見込み客を集める。お金をかけずに集める。という場合には情報がいいということですね。そして今度はその情報の出し方。無料で公開しているのか、クローズな関係、要はメールマガジンの方だけに見せるのか、まあ、そういった情報のコントロールもできますので、その情報の出し方で、この見込み客から信頼関係を作っていくという流れを、まあ、よりスムーズにすることができますね。そしてこのお試し商品、フロント商品、バックエンドっていうところは、この資格体験約束っていうことが、まあ、非常に効果的です。まあ、例えばね、情報っていうのは目に見えますけども、物体としてあるわけじゃないじゃないですか。まあ、ですので、物として、資格として確認できるものに変えることでお金をいただきやすくもなりますし、あとは体験ですね。まあ、セミナーを受講してもらうとか、何か合宿に参加してもらうとか、何かそうですね、プログラム、体験講座みたいなものに、まあまあ、参加していただく。要は体験ですね。体験価値というものに変えていく。そして最終的に約束ですね。こういう風になりますとか、ここまでお手伝いしますとか、こういう風に、なるまでお付き合いしますとか、いろんなことがあると思いますけども、要は結果というのは、実際にお客様が動いたことでしか得られないわけですけども、それを後押しするという約束をですね、提供することで、このバックエンド商品の、まあ、高額なものというのは売りやすくなるわけですね。まあ、つまり情報というのは多くの方が価値がないと、まあ、薄いと感じている。それを物質化したり、体験化したり、約束化したりすることで価値を高めることができるので、高額なお金をいただきやすくなりますという話ですね。まあ、ぜひですね、この構造も、まあ、ほとんどのビジネスモデルに当てはまる構造ですから、まあ、すべてがこの通りというわけじゃないかもしれませんけども、すべてのビジネスにこの構造は当てはまりますので、基本的には。ぜひね、覚えてほしいなと思います。はい。ということで、まあ、最終的に重要なのはここなんですね。一番最初にお話しした、どういう、世界観を持っているのか、どういう理想の世界の実現を目指してあなたはビジネスをやっているのか、どういう理想の世界をご提案したいのか、お客様に提案したいのか、そこがまずなった上で、まあ、同じ話を繰り返しするのは、しませんけども、この戦略、作戦、戦術、戦闘という流れがあってビジネスが作られていくんだということですね。その局所局所にこの PDCA サイクルを入れることで、よりこの成長、このビジネスというか、この右側の図の形成が早まるということをお伝えしたかったですね。はい。まあ非常にですね、この全体的な話をこういった形で聞くことっていうのは、もしかしたらなかなかないんじゃないかなと思いますけども、今まで皆さんが学んでこられたこと、勉強されてきたこと、やってこられたことっていうのが、まあ、ほぼこの中集約されていると思うんですね。まあ、部分的に習ってきたことかもしれない、やってきたことかもしれない。もう実際に、そこまで確実な、意識して作ってきたわけではないんだけども、もう実際にこれをやっているっていう方も多いと思うんですよね。まあ、そういう、まあ、全体的な話をですね、今回は、ぜひ知っていただきたかったなと思います。そして最後、もう本当これ最後ですけども、この O2O ですね、オンライン to オフライン、オフライン to オンラインという考え方、インターネットで接点を作り、リアルで会っていく。リアルで会った方々と、今度は日々のコネクション、コミュニケーションをネットでやっていく。みたいなですね、この O2O の概念を外しては、非常に今、
ビジネスが難しくなっていますので、逆に言うと、ここを分かった上でちゃんと行動できている方っていうのはまだまだ少ないんですよね。まあ、ですので、今回この O2O という概念を単純に概念としてだけではなく、実際のビジネスの行動の中に落とし込んでほしいなと。落とし込むにはどうしたらいいだろうなという思考を持っていただきたいなと思います。どうなりたいのかを決めて、それを叶えるビジネスを選び、自分の価値をウェブに露出させ、見込み客を集め、信頼関係を作り寄り添い、悩みを聞き、解決し、さらなる高みを目指し、応援してもらい達成すると。こういうね、流れが今のお話の中で実現できると思いますので、まあ、ここまでですね、ぜひ繰り返しご覧いただいて、踏み落としていただきたいなと思います。これからはですね、より具体的な細かな話をしていきたいと思いますので、まあ、ぜひですね、迷ったり、わからなくなった場合は、この動画にちょっと戻ってきていただいて、ああ、そうだった、そうだったというふうに、きっとね、図を見れば思い出してくれていただけると思いますので、そうだった、そうだったというふうに立ち戻ってほしいなというふうに思います。ということで、まあ、今回の普遍的に失敗しないインターネットマーケティングの全体像、集客、教育、販売、O2O という、ね、考え方についてお話をさせていただきました。それではまた今後別の動画でもお会いしましょう。ではよろしくお願いいたします。ありがとうございました。